人間知識認定コーチの西村です。本日はじゃん、ドクター友人の脱洗脳禁煙術からドーパミンジャンキーというお話をいたします。ドーパミンジャンキーとは何ぞや。それは外部の刺激に頼ることなく自分の頭の中でドーパミンをじゃんじゃん出しまくることができる人がドーパミンジャンキーです。これの何がいいかっていうことなんですけれども、ドーパミンが自分で出すことできるとガンガン IQ 上がるぜって話なんですね。で、具体的にそのドーパミンジャンキーになるために何をすればいいのかなんですけれども、一つはですね、抽象度の高い思考をすること、もう一つは、瞑想をすることです。抽象度の高い思考をすることはちょっと別途またご説明させていただくとしまして、本日は瞑想のやり方をご説明します。実は瞑想のやり方の一つは先日ご紹介しましたセックス快感増幅プログラムの方法です。もう一個の手法をこの本の中に図で出てるやり方をちょっとご説明させていただきます。まず逆腹式呼吸でリラックスした状態を作ります。逆腹式呼吸は、前ちょっと私動画別に作ったことあるのでそちらをご参照いただきたいんですけど、やり方としては息をシューって吐くときにお腹をとにかく緩ませる脱力ですね。息を吸うときは気にしなくていいから吐くときにでお腹をとにかく緩めて脱力するを何回か繰り返します。でそれで、リラックス状態ができた後に体の中の気持ちいい感覚体感を尾てい骨の裏側に集中させます。でその尾てい骨の方に感じて集めてるその温かい感じ温かい気持ちいいエネルギーを、まあ、気ですね、気をその気の玉、まあ、玉みたいなの作ってもいいし、まあ、その温かいエネルギーを体の中で徐々に上げ下げ上げ下げで少しずつ持ち上げていきます。でだんだん頭の方に持ち上げてきます。で持ち上げてきたら額から外にふわって出します。